すんません。なんか風船生き物みたいですね。こう思ったらなんかじゃれてくる生き物みたい。もうちょっと今配信してるから、ちょっとこっち来て。すいません、ちょっと風船ちゃんがねとか言って。はいはい、よしよしよし、オッケーオッケー。あーもう、よし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 、こういう感じで配信しようと思います。で、千秋楽と言いましてもあれなんですよ、4ヶ月ぶり。その4ヶ月前に本当は千秋楽チームも解散みたいなね、新しいチームになったんで、なんかそういう最後の卒業式みたいなのをやるつもりだったんですけど、でももういろんなね、コロナとかね、なんか急にコメントが止まっちゃった。あ、来た。コロナとかなんかいろいろあってね、できなくなっちゃったんです。なんか止まりますね。はい。だから4ヶ月ぶりになりました。ボン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 、わ、906人、すごい。ありがとうございます。よしよし、ちょっと今皆さん見てるやろ、配信してるから。ちょっとすいませんね、ちょっと元気なもんで。そうなんですよ、メンバー全員卒業せずにいるのも奇跡やなって。本当にそうなんです、メンバーみんな頑張って現役っていう、まあね、卒業するしたチームも多いんでね、数名しか残ってないチームとかもあったんで。遊びに来たよ、ありがとうございます。そして今日はキュンマートのキャプテンをね務めたケイトちゃんから、みんなに一人一人にこうやってプレゼントをいただきました。めっちゃ可愛いんですよ、見てください。このクッキー、キュンマートのこれ、みんなの最後のあのみんなのね曲中のポーズがあるんですけど、それとあとこれ、キュンマートのロゴが入ってありがとうございましたってので、キュンっていうのがテーマのポーズなんですけど、それもつけて、ほんで裏にはチラリチラチラチラリ、ケイトちゃんのお手紙があります。これ一人一人みんなに書いてくれて嬉しいです。ほんで見てください、これめっちゃ可愛い。ニコちゃんのね、なんかねバームクーヘンくれました。メンバーに合わせてチョコ味の子がいたり、いちご味の子がいたり、色とか雰囲気に合わせてケイトが選んでくれて嬉しいですね。皆さん、ただ今見てくださってる1168人の皆さんにもこれをちょっと渡ししたいぐらいですけど、もったいなくて食べれない、本当にそうですよね、愛がこもってます。ええー、なあ、ええー、なあ。なぎちゃん何味やろうな、ちょっと食べてからまた報告できたらします。くれーくれ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 。あ、今日千秋楽入ってました。うわ、嬉しい。ええやん。いや、なにこれ、あ、ペンライト、普段ペンライト、ありがとうございます、すごい。タワーいただきました。わ、タワーにコモいただいてます。ありがとうございます、ありがとうございます。あらら、あ、レナーさん、タワーありがとうございます。あらら、わ、皆さん、あ、ブーくんさん、ありがとうございます、ありがたい。あらららら、あらららら、ちょっとあらららら、らしくて、いろんなとこ押しちゃダメですわ、ほんま。最高の千秋楽だって嬉しい。そうね、DMM 配信っていうのがねあるので、アーカイブがね、今日の公演のアーカイブは12時、夜の12時になったら上がりますんで、
それをぜひ見てください。でもね、それに月入ったらその公演が1ヶ月見れて、でいろんな他の NMB の公演も見れるので、ぜひ私が出てる時とかもで出ない、まあ1ヶ月に1回ぐらいなんですけど公演に出るの。でも他のねチームのね公演とかも見れて、めっちゃみんな可愛いんでぜひ見てください。これ永遠にヘッドバンキング、頭にこうやってやるやつできる。わっ、なぎさこ投票したよ、嬉しい。あの皆さん聞いてくださいよ、私の話聞いてくれますか、聞いてくれますかあの今ね、バラバラ大選挙って言って、テレビ朝日さんで14番組、いろんな番組があるんですけど、そこでその中で1位を取ったら、1位を取ったら特番ができるという企画を行っております。でもそれも大選挙っていうので、もう投票企画なんですけど、そこで今私が渚とザコシっていう番組をね、冠番組でやらせていただいてて、なのでぜひね、そこでバラバラ大選挙でね、渚子に一票投票していただけたら、もう今1662票が入ります。一人一票なんですよ。もうね、事前に登録してくださった方も本当にありがとうございます。ぜひちょっとお友達とか、なんか誰か携帯奪えそうな人いたら、ちょっと奪ってパパパッとやって返すとか、そんなん絶対しちゃダメです。人の携帯を奪うなんてことはダメですな、な、そんなんはしちゃダメなんですけどでもちょっとなんかこれに投票してみてとか進めていただけたら嬉しいです。あ、周りに拡散します、ありがとうございます。あのテレビ朝日のバラバラ大選挙って調べたら出てきます。私もツイッターでいっぱい書いてるんで、ぜひそこから投票お願いします。家族の携帯はね、ぜひちょっとお願いします。ほら、風船もね、こう言ってますから、ちょっと頭下げて一緒にお願いします。お願いします。特番したいよ。あ、ほんでね、なぎさこが今日放送なんです。今日の深夜2時36分からで、パンサー向井さんを癒そうっていう回なんですけど、もうめっちゃ楽しくて、もうほんまにもうぜひ見ていただきたい。それを見たらちょっと、あ、それ見てちょっと面白いなと思ったら投票していただけたら嬉しいです。でも投票してもらえる自信ありますね、それ見たら。今日はきっと面白いで、まあ、関東地方でしかね、深夜テレビでは放送してないんですけど、でも TVer とか TVer、ABEMA、テラサとか、もうほとんどのあれで見れます。ギャオで見れるんで、ぜひどれかしらで見てください。投票してはうれしいな、ありがとうございます。私ね、もう絶対ね、ほらここにね、いつもねライブとかしたら黒くなっちゃうんです。女子あるあるです。女子がここ黒くても何も言わないであげてください。ここもこうやってね笑うじゃないですか、そしたらここがね、こうくっつくから、ここが黒くなっちゃうんです。あら、タワー来てるよ、教えてくださってありがとうございます。優しいんです皆さん。わ、レナナさんありがとうございます皆さん優しい、こう来てるよとかね、こう言ってくださるのが、ファンの方がファンの方思いで、あ黒くないよ、嬉しい。
あ、ファンモンのジャケジャ、ありがとうございます。あ、そうやって読んでいただいたんです、 CD を。それがちょっとだいぶ遠くの楽屋にあるので皆さんにちょっとお見せできないんですけど、またちょっと Twitter とか SNS でお見せしますね。今日ね、よいどんの生放送あって、その後収録があって、でファンキーモンキーベイビーズさんとね一緒に収録だったんですよ。そこでお会いして、ちょっといろんな今回の私が顔ジャケさせていただいたルート16の曲のお話とか、その顔ジャケの時のお話とかね、いろいろしたんで、それぜひ放送見てください。風船に当たらず、当たらずに配信終えれるのか、配信。わ、顔ジャケめっちゃいい、わー嬉しい。ぜひね、わー、当たった。その笑顔バージョンと切ない顔バージョンが2個あるので、ぜひその どちらもね手に入れていただけたらなって思います。そこには笑顔の方にはファンモンさんのライブ DVD が入ってます。そしてもう一つの大人っぽい表情の方は曲が CD が入ってるので、笑顔バージョンがいいよね。わ、嬉しい。皆さんどっちが好きですか？あ、顔ジャケの横に恋と愛とその間にはお並びを、あ、オマージュさせていただいたやつね。後ろ誰か通ったよ。え、待って、私一人しかいないですよ、ここには。そんな、ここには一人のはず。嘘です、いっぱい人がいますから。もう最近ね、本当にストレンジャーシングスめちゃくちゃハマってて、もうストレンジャーシングス見てるから、なんかそういう怪奇現象とかめっちゃ敏感になってます。皆さん見てますか？見てる方いらっしゃいますか？ほんまにもう未知の世界ってあるんちゃうかなと思って。寒い。あ、あくびが出ました。ストレンジャーシングスはね、怖いんじゃなくて、いや怖いですね、でもお化けとかじゃないんですよ。未知の世界、未知の生物だから、もう何してかしてくるか分かんないし、でもそれに立ち向かうっていう。あ、15分経過しました。わ、ということでお時間がやってきました。あ、そう、もう寝る、そっか、眠たい、 OK。 ちょっとこの子たちがもうそろそろ寝る時間なんで、ちょっと寝かしつけないと、また明日もね、この子たちも学校あったりとかいろいろするので、ちょっと今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。皆さんぜひストレンジャーシングス、今ネットフリックスでねシーズン4始まってるんで、本当に面白いんで、ぜひ見てみてください。で、今日はね、なぎさこを見て、そしてね、関東の地方ではない方はぜひ TVer とかね、アベマとかテラサで見ていただけたらなと思います。でね、なぎさこに投票していただけたら嬉しいです。じゃあ皆さん本当に今日はありがとうございました。はい、俺言った？皆さんに、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。もうこんなもうね、甘えんてんと、あんたちゃんと自分でやりなさい、何歳なの。はい、 OK、 ありがとうございました。はい、あやね、寝に行くんやね、分かった分かった。じゃあありがとうございました、おやすみなさい。あらら、これや。